みーみーチャンネル始まるよ。キキバちゃん、うちだけ残ってるのあまだ残ったりついてよかった。あ、張りたい。これね、全然水あげてなかったから甘いと思う。あのさ、今8月のね、なんだ、8月の何日に22日なのにこんな綺麗なんだよ。夏休み終わりくるのに。いやね、もうやだ、持てない、持てないほどトマトあるじゃん。よし、収録できた。元気ですね。いいね、いいね。ミニトマト美味しかったよ。ミニトマト噛んだ時にすっごくピッって、すっごく柔らかくて甘かった。水ちょっとしかあげてなかったんだけど、すごく甘かったです。それで夏休みに日記書くんですけど、書いてみました。え、8月2日に書いたんだっけ。8月2日、友達は大丈夫だよ。8月2日、天気は晴れ。ミニトマトを観察したよ。育てるよ。ミニトマトを観察したよ。私は、私はミニトマトの観察をしたよ。よく見てみると、3日ぐらい水をあげてなかったから、すごく甘くて美味しかったです。あと、トマトの葉っぱは前までふわふわチクチクしていたのに、ちょっと経ったらふわふわチクチクがなくなって、ただのツルツルになっていました。できたトマトもたくさんありました。またできたら食べたいです。でもサラダにさ、トマト入れたけど、とっても美味しかったよ。美味しかったよね。うん、でもほとんど食べてないっていうか、1個しか食べてないんで。お姉ちゃんがめっちゃ食べてた。それで、今これ前に書いたやつで、今ね、8月27なのに、こんなまだ元気なんです。まだあともうちょっとで赤くなるトマト。ほら、元気なんですか。なんか学校持って行ってまた育てられるっていう感じです。他の学校ではみんな何育ててんのかな。1年生は朝顔でしょ。2年生は野菜、3年生はキャベツだっけ、レタスだっけ、忘れたけど、そんな感じのやつでした。真っ赤っかのトマトでした。美味しかったです。バイバーイ。チャンネル登録してね。よければグッドボタンも押してもらえて嬉しいです。バイバーイ。すごい美味しかったよ。